ストーリークエスト12章8話トロルキングチャレンジしていきたいと思います。はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。はい、これからですねトロルキングとの戦いやっていこうと思います。はい、全員レベル84のパーティーで、レンジャー、魔法戦士、賢者、パラディンという構成に、はい、しております。はい、レンジャーがですね世界中の天弁持たせております。はい、でですね魔法戦士はですね、はい、ルビスの剣で、はい、まず天雷投げ払いで、まあ、攻撃しつつですね、攻撃力を下げていこうと思います。はい、攻撃力ね、下がりましたね。トロロキングの攻撃力が、はい、下がりました。で、まあ、パラディンもですね、世界中の天、失礼、ルビスの剣も出せておりますので、はい、天雷投げ払いで、まあ、攻撃をしていきます。とりあえずね、こいつはトロロキングの攻撃力さえ下げれば、まあ、この戦いは楽に戦えるかなと。はい、最初のターンでですね、はい。トロルキング、攻撃力2段階下げられたので、まあ、これでだいぶ戦いやすくなるんじゃないかなと思います。まあ、3人アタッカーで、賢者1人が、まあ、回復役という構成にしております。賢者はですね、はい、デホマラーですね。はい、なんだっけ、はい、清風の杖か、はい、ですね、はい、装備させております。はい、まあ、他の、カニ二人もね、まあ、天雷投げ払いするとですね、攻撃力下がっていきます。はい、レンジャーですね、世界中の天弁で、導きの雷神ですね、はい、こちらで攻撃していきます。はい、まあ、これ関連させることもね、できるので、まあ、ちょっとダメージ的には便利ですね。まあ、あとレンジャーなので、はい、あと、まあ、影縛りもあるということで、まあ、魔法戦士は天雷投げ払い。フォースブレイクが、まあ、はい、はい、入りましたね。フォースブレイク入っちゃうとですね、天雷投げ払いがなくなってしまいますので、ということなので、とりあえずパラディンは、はい、まあ、手動でということなので、とりあえず騎士道精神、ちょっとやっていこうと思います。はい、これで攻撃力アップさせていきたいと思います。はい、で、賢者ちょっと余裕がありますので、ここはですね、そうですね、ルカニをしていきましょう。ルカニをしてトロルキングの守備力を、まあ、下げていこうと思います。はい。はい、はい、全力で振り落とし、まあ攻撃力2段階下がってんのでね、ダメージ全然大したことないですね。はい、キラークラブ、はい、パラディンガード入りました。はい、魔法戦士が導きの雷神ということでございます。で、はい、トロールキングは縛れましたね。で、魔法戦士はここで、はい、フォースバーストを入れていこうと思います。まあ、この辺でねダメージアップしていこうと思います。で、パラディンはですね、手動で行きましょう。ここは、はい、天雷投げ払いで全体攻撃していこうと思います。はい。いいですね。はい。まあ、まだまだね、余裕があるので、まあ、賢者はですね、はい。ここは、はい、スカラをパラディンにかけていこうと思います。はい。という、まあ、こんな感じで、結構安定して攻略できるんじゃないかなと思います。はい。あ、そうですね。ちょっと、オートにするとですね、こんな感じで、フォースブレイクの入った、敵にですね、はい、創生の光を回してしまいますので、ある程度ね、手動でしないとね、ルビス持ってるやつをちょっと手動でしていきたいと思います。はい。はい。というわけで、パラディンはね、ここは、はい、手動でいきましょう。天雷投げ払いで、いきます。はい。はい。トロルキングがね、ミスですね。はい。はい、トロルキング、傷を、武器を舐めました。はい。全力での振り下ろし。まあ、これはね、あんま、全然ダメージ食らわないですね。はい。突き飛ばし。はい。これ、休み付与されちゃうので、厄介ですね。はい。はい。感電している。はい、痛恨の一撃来ましたね。ナイスパラディンガードでしたね。はい。ということで、はい、キャダルコ。キャダルコが一番ダメージ食らうような感じですかね。この状態だと。はい。というわけで、レンジャーは引き続き全体攻撃で、まあ、影縛り狙いながら攻撃しているという形になります。はい。で、パラディンはですね、はい、全体攻撃、天雷投げ払いを手動でやっていきましょう。はい。まあ、
トロルキングもね、ダメージ半分切ったので、3回攻撃とかにね、なってくるんですけど、まあ、多分大丈夫でしょう。うん、これぐらいだと。はい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 。ガダルゴがね、ちょっと、一番ダメージとしては痛いかもしれないですね。はい。はい。スクルト、また、スクルト、かけました。はい。ということで、行きましょうか。はい。とりあえず、レンジャーは、引き続き、導きの、雷神か。はい。これで、全体攻撃していきましょう。はい。魔法戦士はですね、ここで、まあ、天雷投げ払いですね。はい。全体攻撃していきましょう。フォースバースト入ってるので、まあ、フォースブレイクが入るんじゃないかなと思いますけど。はい、入りましたね。はい。パラディンも、はい、全体攻撃していきましょう。天雷投げ払い。指導精神でね、まあ、攻撃力が結構アップしてますよね。指導精神4段階。まあ、指導精神も切れちゃいますけど。はい。はい。賢者はデフォインになりましたね。この死の突き飛ばし。あー、やられた。結構ダメージ食らいましたね。はい。というわけで、まあ、パラディンがザをして生き返らせようかなと思います。はい。はい。というわけで、次は、はい。まあ、とりあえずね、攻撃力2段階ダウンは入ったままなんで、これを継続する形にしましょう。はい。全体投げ払いで全体攻撃。はい。で、次ですね。はい。パラディンは、はい。ザオを使えるので、ザオでレンジャーを生き返らせるということにしましょう。はい。ここで、賢者はデフォインですね。はい。まあ、あとはオートぐらいでいいのかなという気はしますけれど。はい。全力での振り下ろしは、はい。あまり食らわない。はい。はい。単体攻撃もあんま大したことないですね。はい。というわけで、攻略することができました。まあ、あんま難しくはなかったですね。ということで、ストーリークエスト12章8話、攻略です。はい。ということで、はい。はい、ありがとうございました。まあ、ちょっとね、この後パーティー紹介の方を、まあ、簡単にしていこうかなと思っております。はい。12章8夜クエストクリアということでございます。はい。ということで、では、行きましょう。はい、レンジャー、魔法戦士、賢者、パラディンという構成です。ステータスはですね、まあ、全員レベル84で、レンジャーは、はい、攻撃力860、魔法戦士、攻撃力943、賢者、回復魔力963、そして、パラディンが、はい、攻撃力928、守備力815。で、装備ですね、はい。レンジャーがですね、はい、世界中の天弁で、まあ、一応、デイン属性の攻撃力がアップするような装備をしております。あとですね、ルビスのですね、頭の方はですね、はい、こちら、悪魔耐性がありますので、一応ね、トロル対策ですね。はい、次、魔法戦士、ルビスの剣、装備させて、まあ、デイン属性の攻撃が上がるような装備をしております。一応、頭の方はね、悪魔系耐性をつけております。はい、賢者がですね、聖風3、1突か、はい。で、まあ、あとはね、回復魔力が上がるような装備をしております。で、一応頭の防具はですね、はい、こちらも悪魔耐性がアップするようなものに、あ、なってなかったんだ。悪魔耐性上げてなかったんですね。ちょっと、はい、ちょっと間違えましたね。はい、で、最後パラディンですね、はい、ルビスの剣装備させて、はい、ルビスの頭もね、さっきも言いましたけれど、悪魔耐性を、まあ、持っているという形になります。はい、で、装備、心構成ですね、はい、戦闘のレンジャーなんですけど、はい、キングヒドラ、エデンの戦士たち2、グリザード、そしてランプの魔人という構成ですね。まあ、この、エデンの戦士たち2はね、オートザオラルで、まあ、それをね、使う予定だったんですけど、まあ、さっきの戦いは、こいつがやられちゃいましたよね。はい。まあ、そんな時も時々あります。そして、真珠がこんな感じですね。悪魔特攻真珠になります。はい。回心率アップの方もついております。はい。次ですね。魔法戦士。ビアンカ、ランプの魔人、鬼コンボ、ゴールデンゴーレムということで、あと、S のデイン真珠つけております。こちら、力アップと、こっちは、はい。悪魔系ダメージアップですね。
はい、賢者がですね、シドー、ボボンガー、ヘルクラウダー、ワタボーという構成で、カグラス真珠とですね、はい、こちら S 癒し真珠ですけど、イオ耐性 6% ですね。あんま意味なかったかな。はい、最後パラディンがですね、はい、グレイトマーマン、ランプの魔人、ゴールデンゴーレム、鬼コンボという構成で悪魔特攻真珠。こちらがね、デインダメージアップもついております。こちらのデイン真珠はですね、はい、ガード率 3% もついております。ということで、まあ、こんな感じで、クリアの方、できました。まあ、12勝8はね、まあ、トロルキングの攻撃力を下げると、まあ、だいぶ楽に戦えるんじゃないかなと思います。まあ、ということで、まあ、別に SP 装備というわけでもなく、結構ね、ルビス日本とか、まあ、世界中の天秤とか、まあ、ありますけれど、まあ、ルビスの剣はね、やっぱり、かなりね、戦いやすいなとは思います。まあ、ヘナトスで攻撃力下げてもいいとは思いますけれど、まあ、そんな感じで、まあ、参考になるかわかりませんが、参考になれば幸いです。というわけで、終わります。はい、また別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。